皆さん、こんにちは。片渕真子です。今日は、実はこの動画を撮っている本日が4月の21日、私、片渕真子の30歳のお誕生日になります。ありがとうございます。おめでとう。本日はですね、私の17年来の友人に来ていただきまして、雑談を取っていきたいと思います。いつもよりもすごく元気そうな片渕真子が、どれも揃っていると思いますので、ぜひですね、皆さんも何かお菓子を食べたりとか、本当に雑談として、こう、一緒にいるみたいな気持ちで見ていただけますと幸いです。ということで、片渕真子の雑談道、始まります。ということで、改めまして、ご紹介をさせていただきます。私の、本当中学1年生の時から、仲良くしていただいている、本日、千尋さんに、声のゲストとしてお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何をしていくのかと言いますと、はい、そう、私が29歳、去年の誕生日の時に、なんか10問、自己紹介の10問の質問みたいなやつに答えを出る動画を出したのね。うん。で、それが、個人的に見返してすごい楽しくて。いや、でもわかる。そういうのって楽しいよね。そう、自分が見返してすごく楽しかったから。あの性格診断とかね。あ、そう。その時、私こうだったんだな、みたいな。うん、楽しくて。ああ、いいね。だから今日は、ちょっと参考になるネット上の質問みたいなのを今年も調べましたので、その中から気になる質問をランダムに投げていただきまして、もう30問ですね、30歳なので。30問投げていただければと思います。最初の方の名前とかも、多分いいよね。去年もやってると思うので。片渕真子です。大型です。末っ子です。星座は牡牛座です。うん、ニックネームは、だいたい真子か片渕。もしくは、私はマコツって呼ばれたいんですけど、全然誰からも呼ばれたことないんです。かわいくないなんか。うん。マコツっていう感じ。小動物感だよね。そう。あ、こっちっていう感じがかわいくて。お一人だけずっと舞台から応援してくれてる方が、うんうん、たまーに呼んでくれるぐらい。なんで、マコツっていただいて。はい。恋愛系の質問とかもある。そう。難しいんだよね。めんどくさいところが出ちゃうかもしれないから。そうだよね。もっとね、フランクなとこから行こうかな。うん。お願いします。じゃあ、超フランクなとこで。起きたときすること。手をグッパする。まあね、30になったからね。私本当に朝、握力がね、なんか、手に力が入らないのよ。よくわかんないんだけど。はいはいはい。だからなんか、キュッキュッ。あ、でもね、手動かすのってね、いいらしいよ。え、ボケない。ボケない。だからやっぱり指先を動かすだけで、頭が、起きされる。逆に、はい、寝る前にすることは。でも大体そのブルーライトを浴びちゃってるから、そのパソコンいじったり、スマホいじったり、なんかその YouTube の作業系を、私大体夜にやっちゃうから、大体ブルーライト浴びることをしてますね。そうですね。なんかさ、もっとそのなんかさ、アロマ焚いてます、素敵だ。アロマシュッシュってしてます。おー眠りやすいやつみたいな。1時間前にやっとくといいね。匂いどんな感じですか？ミラクジョーみたいな代わりなんだけど、でもなんか、結局それをかけて、一瞬頭が眠るモードになっても、結局ブルーライトガンガン見えてるから、眠り浅いのってなんかそういうのも原因だし。毎日夢見てるもんね。何から逃げる？逃げてはいないけど、今日は踊ってたね。最高だ。今日は輪になって、家族とか、友達とかと踊ってました。ああ、そんな感じなんですね。民族系だった。民族系。
なんか私さ、もうすでに千尋の話を YouTube で何本かしてるって言ったじゃん、うんうんうん、その時に、うん、アイコンで最初こういうギャルのアイコン、はいはい、イラスト屋のアイコンを出してたのよ、うんうん、今となってはアマテラス大神なんだけど、アマテね、なんかやっぱギャルが良かったか。じゃあ3問目いきましょう、はい、おすすめしたいものこと筋トレ。あー来たー筋トレ、おすすめの筋トレは何ですか？おすすめの筋トレは、やっぱり私は背筋を鍛えることをおすすめしたいです。やっぱ、腹筋はさ、なんとなくみんなやるじゃん。わかんないけど。なんか、一番身近じゃん。でも結構背筋の方が大事だなって私は思って、後ろから吊ってあげる筋肉がないと、私ね、最近めっちゃ思うの。だんだんさ、年取ってくるとさ、猫背になってくるじゃん。うんうんうん、ここがさ、なんか盛り上がってきてるじゃん。あ、わかるって。そう。ねえ、デスクワークとかしてるとね、特にね。そうなのよ。やばい。そういうのを後ろからやっぱ引っ張ってあげる筋肉を、うん、やっぱ30超えてきたら、もっと鍛えていかないと、うん、どんどんやっぱこうなってっちゃうなっていうのをすごい感じる、ね。肩甲骨の間の背骨を筋肉から剥がしてあげるように、つまむだけで全然違うらしい。それでもちょっと猫背解消になるらしい。整体とかでよくやってくれるやつだ。あ、そうそう、うん。クロスの筋肉が結局凝っちゃって、こうなってくるから、うん、そこをなんかこうほぐしてあげるのがいいって YouTube で。なるほど。30代から健康に気をつけていきましょう。じゃあ、個人的に聞きたい。お30代になって、自分が思う弱点は何ですか？弱点だらけの人生。え、待って、あ、そうか。もうやめよう。やめよう。あの、聞いてもらったから、ちょっと答えてきます。性格とかじゃなくて。性格じゃなくて。何々が苦手とか。あ、苦手系ね。うん。球技が苦手。え？あの、ほんと？そうだよ。本当にできないよ。私、体育の授業ずっと気配消してたもん。確かに、記憶がない。本当に。え、でも、だから、弱点とも思ってなかったかも。認識もしてなかった。そう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 。あ、それが理想理想。うん。もう誰も私を見るなって思った。体育の時間。お願いだから、パス回さないでくれってずっと。あ、バレエとか？バレエはまだ好きだったんだけど、バスケとか。バスケね。すごい苦手だったかな。バスケはわかる。だってなんかさ、うちの高校のバスケはさ、アメフトだったじゃん。タックル？あれはラグビー？女子校だったからね、なんか。そう。みんなさ、なりふり構わなくてよかったっていうか。そう。だし、なんかほぼルールも知らないまま、なんかボールを掴みに行くみたいな。ちょっとルール教えてくれるみたいな。確かにね、ボールを投げられて、もうなんか、勝手にどうぞみたいな感じだったから、あんまり野生化してしまった。野生化してましたね。球技大会は？あ、もう端っこの方にいました。あー。日陰でタオルかぶって。あー。私、文化祭以外の学校行事全部日陰にいたから。無意識にしてしまうこと？なんか、ってすごい。なんか、めっちゃ言う。めっちゃ言うよね、私。うん。なんか、なんだろう。すごい。なんなんだろうね。でも考えてんじゃない？そう、なんかって言った、ああ。間に、言いたいことを求めてんじゃん。あのと同じ手ってことか。そうそうそう。しばばばばみたいな。ああ、確かこねくり回してる感はある。なんかって挟むことで。パン？キッチン？おいちくなーれー。無意識だったから、うん、YouTube で自分で編集してるときにすっごい言ってるなと思って。そういうのあるよね。そう。なるべく切ってるんだけど、うん、でも音声的にもう切っちゃうと次の言葉にかかっちゃうとかいうときに切れないから、だから、あーって思いながら残したりとかしてる。なるべく言わないように気をつけたいなって思ってるけど、全然言ってる。何フェチ？何フェチ？うん、それは別に男女関係なくて。でも喋り方はすごい。あ、そう。考えちゃう。
この人のこういう喋り方苦手だなもあるし、うん、あこの人こういう喋り方なんだすごいいいなとかはある。それはそのイントネーションとか雰囲気とか、うん、ほぼ雰囲気、言葉とかではなくてって感じ。あでも言葉の選び方も含まれるかも。どれだけ綺麗だなって思った人でも喋り方がすっごいきつかったりとか、なんかすごい本当にこの人あーっていうなんかこう雰囲気だと確かに苦手だなーって思っちゃったりとかする。難しいよね。なんか言葉って結構ダイレクトにその人の品格みたいなものが出るじゃん。こういうこと考えてるのかとか、こういうものについて語るタイプなのかとか、うん、だからかね。あと声のトーンとかもさ、そのどれだけ話が上手くても、 なんか嫌なトーンってあるじゃん、うんうん、そのちょっと品がないトーンとか、うん、そういうのだとあーって思っちゃったりとか。確かにね。柔らかいトーンで喋れる人って相手にやっぱちゃんとこう柔らかく接しようってしないとできないことだと思うから、喋り方で違うかもしれない。なあでも分かんない、食い柄が気になるだけあるかもしれない。それもあるかもね。自分が気をつけてることだから気になるのかもしれない。確かに。7問目いきましょう。ちょっと軽くね。ジャブ程度のね。好きな色は？あ、好きな色？うん。オレンジ、黄色、緑。やったー。かわいい。そのなんか理由的なのあるんですか？元気が出るからです。あー、確かにビタミンカラー的なね。普段もうちょっと辛辣じゃん。あー、みたいな感じじゃん。17年来の友達って紹介でいつものノリで、うん、なるね。みたいな、ノリ、あ、も何もないですよ、先生。いや、素晴らしい MC ですよ。とにかく気にしてくれる人、普通はおらんから。一応、ほら、話題提供もおらんから。やーん、ラバンドピース。友情リングです、これ。さすが説明。去年のそう岩手に一緒に行った時に初めて、去年16年目でしょ。はい、16年目で初めてお揃いのものを買いました。え、初めてだっけ。初めてだよ。買う時になんか初めてじゃないって言わなかったっけ。あれ言ってないっけ。まあでもこういう記憶さえないってことだよ。いや絶対だよ。お互いそんなさ、うん、買うタイプじゃなくない。お揃いとか。お揃いとか。はい。じゃあ次はですね。まあ、切り込んでいきましょう。何オタクですか？いや、なんか。笑い方キモくなっちゃった。もう笑い方からもう出ちゃった。そう、あの、YouTube を始めてからだんだん隠さなくなってきたんですけど、平成のオタクじゃん、そもそも私たちって。はいはい、その、世にさ、世をはばかってた時代からのオタク。うん、だから多分結構生粋のオタク気質っていうか、うん、誰かに白い目で見られてもオタクを続けてた世代の人間。まあ、時と場合によって隠れたりね。そう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 。なんか知らんぷりとかもさ、あの、したわけじゃん。駅にどれだけ推しがいてもさ。うん。みたいなさ、頑張ったりしてきて、今はもうさ、オタクが一つ文化になってさ、うん、市民権を得てるけど。すごいよね、本当にね。ねえ。だってもうさ、普通にアニメとか、まあ別にアニメじゃなくても、うん、何か推してる、物をカバンにつけたりとか、うんうんうん、スマホにステッカー貼ってたりとかも、普通に当たり前に受け入れられるじゃん。そうそう。なんかうちらの時はやっぱりさ、あ、つけてんだ、みたいな。そう、あー、みたいな。そうそうそう。あの人、みたいな感じで見られてはいたよね。と思う。オタク目線だとそう思ってたよね。
じゃあ質問に戻っていいですか？何アタックかっていうことですね。はい、まあそうですね。まああの漫画がすごく好きで、あの雑談度でも私は出してるんですけど、まあ、ピッコマのヘビーユーザー課金勢。漫画がまずすごい好き。そうだよね。すっごいいろいろ読む。漫画が好きなのと、あと K-POP、うんうん、アイドルが好きですね。そう、頑張ってる推しを応援したり、推しの頑張りが自分のモチベーションになったりっていうので、いいね。いいこと。みんななんか頑張り屋さんなんだ。頑張ってる人見るとね、そう、頑張ろうって思えるよね。そう。愛情がすごい深いっていうか、うん、ファンダムに名前をつけたりとか、うん、なんかこれライブ配信とかでも、うん、ワンスーとかで言いながらさ、うん、やってくれるじゃん、うん、そういうのがすごく私はあったかくて好きだなって思う。なんかファンを思いやる気持ちが強いよね。なんか愛情がなかったらできない仕事だなって思うから、うん、見てて好きなのかもしれない。まこちゃんのお仕事もさ、そういう人と人とのつながりが大事だったりするわけじゃない？ちょっとさ、つながってるところとかも感じる？見習おうってすごく思う。うん、なんかこういう愛情の表現の仕方があるんだなとか、なんかこういう人との接し方があるんだなとか、そうね、そういうのですごく見習いたいなって思うことばっかり。確かに。まあ、あっちはさ、本当に言ってるけどさ、こう演技するっていうところでさ、うん、こういう感じで表現したらいいんだっていうのもあるかもしれないしね。あー確かに、うん、明るい役とかがやりやすくなったかも。そういう、いいね。愛嬌とかがさすごく、うん、あのアイドルの子たちはさ明るく喋ったりとか、うん、いろいろあるじゃん。なんかそういうことを無理なく表現する、うんうんうん、なんか向こうの子の方がさ女の子でも声低かったりとかするからさ、それでもやっぱり可愛いなギャル味とかさ、うんうん、そういう感じがあるのはどうしてだろうなとかで見たりするから、うん、明るさっていうのを出しやすくなったかもしれない。そうだね。確かになんか何かしらのロールモデルみたいなのがあると、うんうん、ちょっと楽になるところはあるよね。うん、すごい、めっちゃいい質問。すごくいい質問ですね。はい。あ、じゃあ、まあ、つながってはないけど、はい、尊敬する人？まあ、推しみんな尊敬してる人に、すごいことだなって思って、まあ、推しももちろん尊敬してるし、やっぱこの年になると、うん、両親って本当にすごいなっていうのをすごく感じる。それは本当にそう。ねえ、だってすごい。千尋もさ、二人兄弟でさ、私も二人兄弟でさ、二、うん、人分をさ、ここまでさ、人生引っ張ってきてくれたわけよ。産んでからずっと。ね、大変だったのにって思うよ。大変だったよ。ね、本当に思う。よくぞまあって思う。だって自分の年でさ、もうさ。子供がいたりするわけじゃない。そうそう。って思うとさ、自分と比較してさ、いや、もうやって、偉いな。偉いなって言葉もあれだけど、すごいなって思う。すごいよね。さ、私たちの世代はさ、ある程度選択肢がさ、うん、こう広がってるじゃない、うんうん。だからさ、いろんなさ、選択ができるわけだけどさ、うん、親世代はさ、親とかその上とかはさ、まあ結婚するのが当たり前で、子供産むのが当たり前でっていうのが大多数だったわけじゃない。うんうん、別にしない人もいると思うけど、うん、そう思うとさ、偉いよね。ねえ。ねえ。すごいことだよって思う、本当に。確かに、両親は尊敬する人ですね。うん。推しと両親です。推しと両親。同じね。重さ。そう。大事。そう。ベクトルはわかんない。違うかもしれないけど。でも、重さは一緒。いやー、難しいなぁ。じゃあ、簡単なのいこうかな。はい。はい。好きな動物は何ですか？好きな動物は犬とセイウチです。うん。わかってたけど、一応ね。
でも動物全般好き。うん、そうだよね。確かに、それはそうだね。猫も好きだし、ウサギも好きだし。キツネも好きだよね。キツネも大好きな。ほんと、そう、だから宮城の、うんうん、あの、キツネの園みたいなところあるじゃん。いっぱいいるやつでしょ。かわいいよな。かわいい。キツネの園にいつか行ってみたいです、うん、私は。好きなアプリ、よくやるアプリ。やりたいと思ってるのが、うん、今、うん、私本当にその言語能力がないんですよ。日本語しか喋れないから。真面目な回答だった。でもなんか今年の4月からその推しの言ってることがやっぱ分かるようになりたいなって。真面目ではなかったけど確かに真面目もそう。歌詞とかもさ、その言語のさ、ニュアンスで聞き取れるようになりたいなって思って、うん、ラジオハングルを始めたいなって思ったの。いいじゃないの。それはいいね。ラジル、ラジル、その NHK さんのそのラジオアプリをインストールして、うん、テキストも買ったんだけど。はい。やだよ。やだよ。やだよ。その続きが聞けたいの。だからやりたいです、そのアプリ。英語も私喋れるようになりたいなって思って、うん、なんかアプリのさ、あの、1ヶ月こう課金してると AI と英会話ができるって、もうやってたんだけど、なんかね、続かないのよね。私のこのストイックさがないからいけないっていうのもあると思うんだけど、うん、なんか続かなくなっちゃってみたいなのを結構語学に関しては繰り返してて、あ、ちょっと本当にそろそろちゃんとものにしないとみたいな気持ち。だから語学アプリ続けたいです。やりたいです。やりたいんです、うん、私は本当に。自慢したいこと。自慢したいこと、これ結構難しくない？でもこの間私千尋に自慢した。温泉の中で。あれまた、またまた温泉の中で見て、私の鍛えた筋肉見て。された、された。マジ、かわいそう。うん。ちなみにもう2回目だからね。かわいそう。しかもさ、だけどさ、温泉の中で2人して、せめるとこに見せてくれ。2人で、みちみちに入ってさ、ね、見て、ここ、三角がね、出るようになったもんって。まあまあ、触らせていただいたから、よしとしましょう。あと、こっち、ここ見て、ここにね、浮いてるようになったもんっていう自慢でした。でもさ、そういうさ、モチベーションを上げることができるからさ、いいんじゃない？ちひろしか見てくんない。優しい。かわいとーこんな筋肉見せびらかされて。かわいとー。雑学豆知識。雑学バレた。豆知識？え？って言われるとね。確かに、いざ言われると、わかんないかも。メーカーで日頃やってて、なんか、これおすすめとか、やり方とかで。私はこれを YouTube で知ったんだけど、うん、目の形、その、目が出てるか奥に入ってる、出目か奥目かっていうらしいんだけど、はいはい、私とかもうめちゃくちゃ出目なのに、うん、横から見てさ盛り上がっちゃってる、うん、眼球の形に、うん、そういう出目の人はアイシャドウを引っ込められる色とか、ちょ濃いめの色の方がいい。暗い色とかってこと？あ、そうそうそう、締まるっていうか、うんうんうん、やっぱちょっと奥に入れてあげるとちょうど良くなって、うん、で奥目、最初から奥に入ってる人だと、うん、前に出せるような明るい色、なるほどね、が映えるようになるっていうか、いいらしいです。確かにさ、暗い、私なんて奥目じゃない、うん、暗い色とかさ入れるとさ、しじみみたいになっちゃうもんね。これは極端な人を多くでした。明るい色に似合うね。あの、本当にだってさ、スプリングでサマーじゃん。だからさ、明るい色が似合うんだよね、そもそも。だから目の形とも調和取れて綺麗なんだと思う。なるほど。それね。雰囲気もね、明るいし。確かに。光のギャルだから。それは、いいと思う。そう。慌てだから。光輝いてるから、3つも。うん、そう。
それもなんかこの間その舞台のなんか潜在写真みたいなの撮ってもらうときにメイクさんがついてくださって、うんうん、でちょっと締め色みたいなのを使ってくださって、でこの色を私自分だと使わないかもしれないですって言ったら、あのやっぱりあの若干出目気味なのでちょっと締めてあげた方がいいかもですねって言われて、本当なんだこれはって思って、そうメイクさんはやっぱ一般的に知ってる知識なんだなって思って感動したっていう。メイクさんすごっ。次次なんかちょっとゲテモノ感があるやつばっかりになってきちゃった。ゲテモノ感って恋愛系なんだけどさ。あれだ、その恋愛感をゲテモノっていうの。違う。まこちゃんのじゃなくて、あ、いい、フランクな話よ。好きなゲームは何ですか？私、基本的にゲームが全て下手なんだけど。昔やってた。あの、RPG とかってさ、やっぱストーリー進めなきゃいけないから、本当の格ゲーとかよりはちょっと優しいじゃない？難易度が。あー、そうね。で、なんか選べるじゃん、難易度が、うんうんうん。あの、初心者でもさ、ストーリー進められるように。うん、だから、主に RPG ばっかりやってたから、多分、培われなかったのかもしれないんだけど、うん、だそういう点で言うと、ソリティアは非常に優しいですね。優しいね、ソリティア。我々のような人間に非常に優しいし、楽しい。そう。一生やってられる。わかる。結局、なんか、テトリスとかソリティアとか、うん、そういう昔ながらのやつが一番面白いっていう。あと、iPod の時代さ、なんかソリティアだけ入ってなかった。iPod に。あれって iPod って言うんだっけ？ iPod。長方形。音楽プレイヤーでしょ？プレイヤー。そうそうそう。iPod。iPod であってる。iPod だと思う。中高の子がみんな持ってたじゃん。うん、確かに。あれを持ってていい、あれを持ってるけど、スマホは学校に持ってっちゃダメみたいな。ガラケーか、ガラケーはダメみたいな感じだったよね、なんか。確かに。なんか iPod に入ってたソリティアずっとやってた、うん。確かに、言われてみれば入ってたかもしれない。あれなんでソリティアだけ入ってたの？わかんない。あれだ、なんかさ、パチンコゲームみたいなやつも入ってた。入ってた。すごい。ああ、面白かったな。あの、横、うん、のさ、丸いところでさ、うん、左右で動かしてさ。あの棒みたいなの動かすやつでしょ？そうそうそう。ひね返すやつ。あー。今思います。じゃあ、今なんか、普通に娯楽として何個か入れててくれたってことですか？でも、今の子って iPod とか知ってるの？レトロで可愛いんじゃん。あー。だってさ、いろんな色あったじゃん。うん。可愛かったよね、実際ね。可愛かった。なんかさ、その、フォルムも可愛かったし、うんうんうん、なんか色もいっぱいあって、私はこの色みたいな。わかる、なんか個性出てるよね、みんな、うん、え、何色だった？私はシルバーに黒のゴールパッケージみたいなやつ。ゴールパッケージみんなしてたね。あのシリコンのやつ、うん、だんだんほこりすぎて。そうそうそう、あれは嫌でね、私も最終的になんか硬いやつにしちゃった。うん、みんなそうだったよね。そう、最初はみんなシリコンつけてたよ。うん。わー、懐かしい。懐かしい。なんか今有線イヤホンもさ、レッドかわいいに入るらしいよ、うん、いや、てかなんかそれこそなんか韓国のアイドルの子とか、うん、まあ、日本の子もそうだけど、なんか有線の方が音がなんか伝わりやすいとか言わない？言うこっちゃと思って。あ、でも電波の状況に左右されないからっていうのがあるかもしれない。そうそうそう、そういうことでもそういうので多分また再ブレイクするんだろうね。iPod の時代もまた来るかも。絶対言っちゃう。あ、うちらの中高の時そうだったよね、とか。絶対言っちゃう。言っちゃう。マウント取っちゃうかも。昔はもっとちっちゃくて、とか、なんかゲームとか2種類ぐらいしか入ってなかったんだよ、とか、なんかめっちゃ。うわ、言っちゃう。やだ、やだよ。言いたくないよ。やだよ。やだ、iPod マウントは取りません。YouTube で宣言して、どうする？未来の私へ。来年見る私へ、アイフォントマウントは撮らないでください。じゃあ音楽の話が出たところで、はい、好きな曲は何ですか？いっぱいあるね、多分。好きな曲いっぱいあるね。じゃあ今は一番聴いてて一番好きな曲、今までじゃなくて今一番泣いちゃう曲は、うん、セブンティーンの、うん、オールマイラブっていう曲があるんですけど、うん、
日本語訳、日本語版のやつが出たのよ。最初韓国語で出してて、日本語版で出したんだけど、その歌詞に、僕の愛はこれだけっていう歌詞があるのね。はい。私もなんて素敵な言葉なんだろうと思って、びっくりしちゃって、僕の愛はこれだけ、でもそばにいてくれてありがとうっていう、ああ、なるほどな。ファンに向けた、あの、アンサーソングみたいな感じなんだけど、なんか、なんて、なんか一見否定系に見えるじゃん、僕の愛はこれだけっていうのが。でもなんか、なんてこの誠実な、美しい言葉なんだって思って、確かに。その歌詞がなんかずーっともうほんと心臓に引っかかってるっていう感じ。もうなんかあると僕の愛はこれだけっていう言葉を、思い出して泣きそうになっちゃう。泣かないね。もうずっと今、はぁーってなっちゃう、聞いてるの。なんか泣ける曲っていいよね。なんかそう、泣きたくて泣く曲じゃなくて、なんか歌詞とか、だったりして、泣けるのっていう。あの、木下達也さんの、あなたのための短歌集をおすすめしてくれたのも、千尋だから、そういう節もあるんです。やばい、バッテリー切れる。バッテリーが切れてしまいそうなので、今回の質問はここまでということにさせていただき、まさかの後編に続きます。イエーイ引き続きお付き合いいただきまして、はい、あのまた来週の更新も楽しみにしていただけますととっても幸せでございます、はい。この動画少しでも面白かったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価していただけますと幸いです。片渕真子の朗読能では今年チャンネル登録者数1000人を目標としておりますので、ぜひチャンネル登録をしていただけますととっても私の心の励みになります。ということで、ちょっと早口なんですけれども、また次の動画でお会いしましょう。画質が変わっちゃったらごめんなさい。片渕真子とお友達の千尋でした。バイバーイ。